ファーム山田の UJ です。今回はですね、先日購入したアマゾーネの UF1602 とフロントタンクの FT1502 の取り付け作業について説明していきたいと思います。こちらの組み合わせのセットはですね、日本で初ということで、後ろのね UF1602 を使用されている方はいらっしゃると思うんですけれども、この組み合わせは初ということで、今回は取り付け作業の方から説明していきたいなと思います。はい、それではまずですねフロントタンクの方から付けていきたいと思います。これはですね後ろのタンクの方をですね、付けてしまうとですね前が浮き上がってしまうため、フロントタンクがですねロアリンクにたまりづらい、こういったことになりますので、まずはフロントタンクから付けた方が、付けやすいと思います。下に車輪がついているのでトラクターは停車したままでフロントタンクを動かすような形で付けていきます。とても楽ですね。はい、微調整も効きますので結構楽です。まあ、サクッとロアリンクにまずははめ込んでしまいましょう。続いては、ロアリンクが付けおりましたらトップリンクを付けていきます。こちらね油圧を使っている場合は伸び縮みさせながら微調整して付けてください。もちろん油圧式じゃなくても取り付けることは可能です。付け終わりました。ロアリンクがこんな感じで、トップリンクがこんな感じですね。持ち上げればもう全て持ち上がってしまいますので、まあ、割とフロントタンクは楽かなと思います。持ち上げてみましょう。はい、こんな感じですね。もうこれであとはトップリンクで長さ調整すれば OK です。続いて、車輪を外していきます。こちら前と後ろで各2つついていて4つですね。これワンタッチなので、これつけたまま作業してしまうと作物に引っかかる恐れがあるので忘れずに外しましょう。このように、ピンをですね外してそのままあとは重力で車輪が取れる、こういう形になってます。ここまで終わりましたら、こんな感じで全体図がこんな感じになってますね。すごい存在感がでかくてですね、まあ乗った時ちょっと前は見づらいんですけれども、かっこいいですね。はい、まあそしたら続いて後ろをつけていきたいと思います。はい、それではいよいよ UF1602 の本機を、しょいたいと思います。まずトップリンクが届く位置まで、ゆっくりとトラクターをバックしていきます。今回カップリングシステム搭載なのでトップリンクをつけるとですね、あとは簡単にロックがかかってワンタッチでつくことができます。この時、本機とトラクターの間で人間が作業できるスペースを上げてください。これがハンドレバーですね。これを上に上げるとロックになります。で、そしたらトップリンクを伸ばしていくか、もしくは足りない場合はゆっくりとトラクターでバックしていくと、ロック位置まで来ると、ロックがかかって、それでトップリンクは完了です。はい、今聞きましたね。これカチャッ、トップリンクが付け終わったら次は油圧ホースをつないでいきます。この時につなぐ位置とかは、まあ、トラクターによるんですけれども、うちのはこれワンタッチなので、押し込むだけになります。このように、全て、つく形になりますね。この時一緒に PTO シャフトも、つけることを忘れないでください。つくものは全てこの時につけてしまった方が後々楽ですね。それでは最後に3点リンクのロアリンクをつけるので、ロアリンクが、はまる位置までゆっくりバックするか、もしくは、トップリンクを縮めていきます。はい、そして最後持ち上げる。これでもう完璧についてますね。この時水平を見るために水平器がついているのでトップリンクで本機の水平を測ってあげてください。はい、そして最後に格納の時に使っているこの、車輪ですね、車輪をですね専用の工具でワンタッチに引っ張って、しまいます。これ出すときも思いっきり引っ張れば出てきますので、しまうときは忘れず出してから下げましょう。はい、今日はですね取り付け作業についての流れを、説明させていただきました。ありがとうございます。またご覧ください。